皆さんこんにちは、ダンスメイクのチャンさんです。今回はメイク初心者さん向けにアイラインの基本的な引き方をご紹介していきたいと思います。失敗しないアイラインの引き方とか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、その失敗っていうのも失敗にもいくつか例がありますよね。でその失敗の例によって対策法も変わってくるので、今回は失敗しやすいであろう3つの 3大要素じゃないんですけれども、なんだろう、トップ3に入ってくるであろうアイラインの失敗例をご紹介したいと思ってます。その後にそれぞれの対策法をご紹介します。とりあえずメイク始めていきましょうか。それではまずアイラインの失敗例をご覧ください。まずはまつげの際にアイラインを引いていきましょう。鏡を見ながらブレないように引こうとすると、アイラインとまつげの間に隙間ができてしまいます。ここの隙間は美しくないですよね。次は目尻ラインを引いてみましょう。目を閉じたまままっすぐラインを引こうとすると、目のカーブと合わずに重たい印象になってしまいます。修正すればするほど太くなりやすくなります。もう一度目尻ラインを引いてみます。先端をシャープにさせようとしたら、どこまでも引いてしまい長すぎる結果に。垂れさせすぎて不自然な印象になってしまいます。はい、いかがでしたでしょうか。もしこの3つのアイラインの失敗をしたことがあるな、よくやりがちだなという方、ぜひこの動画を最後までご覧いただきたく思います。まず1つ目の失敗例は、アイラインとまつげの間に隙間ができてしまっているということでした。ここに隙間を作らないための対策は2つあります。1つ目は綿棒を使った対策です。よくアイラインのここをまつげの際に塗るときに、まつげの間を一本一本埋めるように引くとも言われてるんですけれども、そういった時に便利なのがこの綿棒で、綿棒でこう、綿棒でまぶたをめくります。でこうめくってあげると、このまつげの間が見えてくると思います。点をいっぱい描くようにちょん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 って埋めてあげます。一気にガーッとかやるとまつげを通り越して上にはみ出てしまったり、または眼球に入ってしまったりは危険なので、ちょっとずつちょん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 と塗っていきます。こちら側は塗ってない方、こちら側塗った方、いかがでしょうか。こちらの方がまつげが濃くなったような印象があるかなって思います。ただこれだけではちょっと物足りないという方は上に重ねていきます。でもその時に目を開けたまま引いてしまうと、先ほどのように隙間ができてしまうので、目を閉じた状態で引いてあげてください。目を閉じてもシワがここにいっぱいできてしまうという方は、皮膚を引っ張ってまつげのシワを伸ばします。完璧にこんな感じで筆をこう寝かせて、筆の側面でタッチするように塗ってあげます。はい、こんな感じです。こうすると隙間ができないです。でこのあと次、目尻ラインなんですけれども、目尻ラインは三角ゾーンの中に埋めてあげるととても自然です。三角ゾーンというのはここの部分ですね。ここが三角ゾーンになります。ここのラインは目の形に合わせて引いてあげたいので、目尻ラインは目を開けたまま引
きます。こうやって目を開けてこの延長線上に線を引っ張ってあげます。それで次に長さの問題なんですが、長さの目安は目の形に合わせてアイラインを引いた時のここのくの字の部分のところと目尻の終わりの点が同じ高さになっているとバランスはいいかなって思います。今私のこのアイラインは気持ち長めかなと思うので、そういう時はまたこの綿棒を使って、でも私今これウォータープルーフのアイライナーなので取れないんですね。でそういう時はこういった水クレンジングなどを使って綿棒で取っていきます。最後に引く時のコツをお伝えいたしますね。アイライナーを持つ時は鉛筆のように持ちます。で持ったらこう当てます。で当てながら引いてあげると手が固定されてブレないので、線がふにゃとかなってしまうことがなく綺麗に引くことができます。ぜひやってみてください。はい、今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。今こちらも仕上げてきたんですけれども、ぜひ皆さんもこの動画で紹介したポイントを押さえて練習してみてください。アイライナーの持ちを良くするには、もちろんウォータープルーフのアイライナーを使うのがいいと思いますし、その上からアイシャドウを重ねてあげると油分を抑えてくれるので崩れにくくなります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。